ナンバーアンダーライン愛結成1周年。平野翔、神宮寺優太、岸優太が紡ぐ奇跡の1年。最強の3人が見せる圧倒的なパフォーマンス。ナンバーアンダーライン愛、1年で世界をつかむ。冒頭から始まった奇跡の物語。結成から1年を迎えるナンバーアンダーライン愛の3人。平野翔、神宮寺優太、ガン雄太は、音楽界に新しい風を吹き込んできた。 昨年10月15日、突然の緊急性配信で発表された彼らのグループ結成は多くのファンに驚きと期待を与えた。出演者が事前に明かされていなかったことから緊張感とともに配信を見守る人々の中で平野と神宮寺の登場に歓声が上がった。そしてその日をもって岸本部に所属することが発表されファンたちはこの新たな旅路に期待を膨らませた。 彼らが本格的に動き出したのは、死が明けた1月1日。デビュー曲、g o ト t がリリースされ、その挑戦的なサウンドと力強い歌詞は、彼らがこれまでのイメージを打ち破る覚悟を持っていることを示した。この曲の歌詞には、時代を生、未知の領域までフライといったフレーズが含まれ、彼らがこれから向かう新たな冒険への意気込みが感じられた。この新たな方向性はファンだけでなく、 音楽業界全体にもも驚きをたたらした3月に入ると、ナンバーアンダーラインアイは初めてのテレビパフォーマンスを、v ニュー百1 0 1拡大版 NHK 総合で披露し、彼らの音楽的進化を視聴者に見せつけた。そして、グループとしての初ライブとなる、t w o h e r o e s t ファ e f i r s t s u p e r l i v e も開催され、ファンたちは再び彼らのパフォーマンスに魅了された。ここでの彼らの姿は、 ただのアイドルからアーティストへと進化している様子を如実に示していた。その後、彼らはファーストシングル、ゴートに続き、セカンドデジタルシングル、ブロウユア o カバーミニアルバム、ノーオーリングフルアルバム、ノー o と次々に作品を発表した。特にノーオーリングとゴートはオリコン上半期デジタルアルバムランキングで1位、2位を独占し、その人気と実力が確かなものであることを証明した。 また、ノーイチエは Spotify のグローバルチャート、トップアルバムズデビューグローバルで4位にチャートインし、世界でも注目される存在となった。彼らが挑んだ最大のイベントの一つが、4月に出演した、コーチャイラバレーミュージックアーツフェスティバル2024である。海外での活動を視野に入れていた彼らにとって、この出演は大きなステップであり、夢への一歩を踏み出す瞬間でもあった。この出演をきっかけに、 彼らは日本国内外での認知度をさらに高めた。さらに6月には有明アリーナで初の単独公演を開催し、8月には、ロックインジャパンフェスティバル2024や、サマーソニック2024などの夏フェスにも出演した。これにより、ナンバーアンダーライン愛の音楽に初めて触れる人々にも、彼らの魅力を届けることができた。彼らの音楽はアイドルの枠を超え、 ジャンルを問わず幅広い層に受け入れられる力を持っていることが証明された瞬間だった。10月から12月にかけては、アルバム、n o o o を引っさげて全国ツアーを開催。このツアーは、彼らの進化した姿と、音楽的な多様性を全国のファンに直接届ける機会となった。この1年で、ナンンバーアンダーアダインアイはアーティストとしてゼロからスタートし、自らの道を切り開きながら新しい景色を見せ続けてきた。 彼らの挑戦的な姿勢は、多くのファンに感動を与え、自分も頑張ろうと勇気をもたらしてくれたに違いない。しかし、彼らが時折見せる和やかなやり取りは、ファンに微笑みを与える瞬間も多かった。3人の関係性について問われた際、よくわからないという趣旨の発言をすることがあるが、実際に彼らの間には、親友や家族のような特別な絆が存在する。その絆は、 ただのグループメンバーという枠に収まらない、唯一無二のものであり、彼らが互いを深く尊敬し合っていることが感じられる瞬間が多く見受けられる。結成1周年はゴールではなく、あくまで一つの区切りに過ぎない。彼らが、ミュージックステーションに初出演した際、強盗の激しいダンスについて語ったエピソードが思い出される。年を取ったときどうするかという騎士の質問に、神宮寺は、 それはストロングスタイルだよね、と返し、平野が、激しい曲で仁王立ち、と笑いながら答えた。そのように、彼らはまだまだ遠い未来のことを自然に語り合える関係にあり、それがまた彼らの魅力を一層引き立てている。彼らの結束は強固であり、これからも互いの長所を引き出しながら前進していく姿が期待される。彼らの音楽やパフォーマンスには、時折見せるユーモアや柔らかさが絶妙に混ざり合い、 どこか親しみやすささを感じさせるそのバランスこそが彼らが多くの人々に愛される理由の一つである。2年目に突入するナンバーアンダーライン愛の道はこれからも新たな挑戦に満ちているだろう。彼らが目指す先にはまだ見ぬ世界が広がっている。これからもナンバーアンダーライン愛が音楽の世界でどのような景色を見せてくれるのかその成長を楽しみにしつつ3人が描く未来に期待せずにはいられない。 彼らの歩む道が常に曖昧で満たされ、さらなる飛躍を遂げていくことを願っている。彼らの1年目の成果と絆を振り返ると、その先にある未来への期待がますます高まる。ナンバーアンダーライン愛は、ただ音楽を届けるだけではなく、自分たち自身を表現する新しいステージを次々に開拓してきた。その童貞は決して容易ではなかったが、彼らの音楽には常に、挑戦と、 進化といいうテーマが貫かれているこれからの2年目、そしてそれ以降、彼らがどのような挑戦を続けていくのか、さらに興味深くなるだろう。彼らの次なる挑戦は何だろうか。この問いは多くのファンの心に浮かんでいることであろう。海外市場へのさらなる進出、異なるジャンルや音楽スタイルへの取り組み、さらにはアートや映像表現の分野での新しい冒険など、多くの可能性が考えられる。 実際に、ナンバーアンダーライン愛はすでに、コーチャイラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルで海外ステージへの一歩を踏み出し、そのパフォーマンスは多くの海外ファンに深い印象を残した。これは彼らが単なる、国内のアイドルではなく、国際的なアーティストとして認知され始めている証でもある。さらに、彼らが音楽以外の分野でも才能を発揮する可能性も期待されている。例えば、 平野翔は俳優としても多くの実績を持ち、神宮寺や騎士もバラエティーや舞台などで個々の魅力を発揮している。彼らがどのようにしてエンターテインメント全体に影響を与える存在になるのか、その未来像も楽しみだ。ナンバーアンダーライン愛がここまで成功してきた背景には、何よりもファンとの強い絆がある。結成当初から彼らを支えてきたファンたちは、ただの観客ではなく、 彼らの音楽や活動を共に歩んできたパートナーのような存在だ。このファンとの絆は彼らの成長とともにより強固なものとなり、彼らがどんな挑戦に挑んでも応援する力強い後押しとなっている。また、SNS や YouTube などのデジタルプラットフォームを通じて、彼らは世界中のファンとリアルタイムでつながり、グローバルなファンベースを構築している。このデジタル時代において、ファンとの距離を縮め、 共に成長していくことは、アーティストにとって非常に重要な要素である。彼らはその重要性を十分に理解し、積極的にファンとのコミュニケーションを図っている。ナンバーアンダーライン愛の愛には、愛、愛情の意味が込められている。そして、この愛はメンバー同士だけでなく、ファンや音楽、さらには挑戦するすべてのことに対して向けられている。彼らの音楽やパフォーマンスは常にこの 愛を根底に持ち、見る人々に勇気や希望を与えている。特に、今後ますます多様化していく音楽シーンにおいて、彼らがどのようにして、愛をテーマにした楽曲やメッセージを発信していくのか、その点も非常に興味深い。彼らの音楽には、単なるエンターテインメントではなく、深いメッセージ性が込められており、それが多くの人々の心に響く大きな要因となっている。結成からの1年で、 ナンバーアンダーラインアイは多くの実績を残し、音楽シーンにおける存在感を確立してきた。しかし、彼らにとってこれはまだ序章に過ぎない。これからの2年目、そしてその先には、より大きな挑戦と進化が待っているだろう。例えば、これまで以上に国際的な活動を展開し、世界中のファンに彼らの音楽を届けることが考えられる。彼らが目指す未知の領域には、 多くの障壁があるかもしれないが、その一つ一つを乗り越える姿をファンたちは見守り続けるに違いない。また、彼らのパフォーマンスや楽曲には、常に革新性が求められる。これからの新しいアルバムやライブパフォーマンスでは、彼らがどのようにしてさらなる進化を遂げ、ファンに新しい感動を提供していくのか、その期待は尽きることがない。結成から1年が経過した今、 ナンバーアンダーライン愛はまさに次なるステージへと向かっている。彼らの音楽やパフォーマンスは、ただ楽しいだけでなく、挑戦や成長、そして、愛というテーマを通じて、多くの人々に希望や勇気を与えている。この先も、彼らが歩む道が愛と挑戦に満ちたものであることを願い、2年目もその先も、さらなる飛躍を期待せずにはいられない。ナンバーアンダーライン愛のこれからの未来が、 さらにに多くの人々にインンスピレーションを与え世界中にそのメッセージを届けることを心から願っている。彼らの旅路はまだ始まったばかりであり、その先に待つ数々の挑戦と成功を共に見届けよう。